ょう。さあ、ということで今日は楽しい一日になりそうです。前回ですね、4月1日エイプリルフールに出した動画で袴田さんにまんまとドッキリを仕掛けられてしまったんでね、しかも動画も見ましたけど嬉しそうにね、そりゃやられたやり返す、倍返しだ、やりましょう、倍返しだろ、はい、これはね。だから今回は袴田さんにドッキリを仕返します。これはもう仕方ない、やられたらやり返される、これがね世の常なのよね。だからなんかこれかわいそうとかかわいそうじゃないとかそういうのじゃないんだよ、もうゲームです。ということで用意しておいてくれたやつできた。はい、できました。できた。OKOK。おー、めっちゃいい。今回のドッキリネタはこちらです。じゃーん、ね、こういうような感じです。こうしっかり差し込まれてると思いますけど、熱愛発覚、不倫か、人気 YouTuber 佐々木カップルチャンネル、佐々木智也が袴田へとランチデートっていう、これ全部仕込みです。まあ、本編でおばらしますけどですね、前回昼ご飯食べに行こうとスタッフ全員含めてね4人で、1人は仕事があるからって言って詐欺帰れって言って帰らして、街中で写真を撮るっていう係で、来ました来ました、あれですね、うまくいい感じで写真撮れるように寄り添っとくから、いい感じで写真撮ってくれって言って完全に仕込んだんですけど、すごいいい感じですこれをですね、まあ、袴田さんまだ知らないんですね、まあ、収録中に連絡が来て雑誌に載るとどうしようっていうのを、袴田さんがどういう対応を見せるのかっていうところのドッキリです。だからまあまだね10時なんで、袴田さん君の11時なんで、これから佐々木は総チェックを取ります。その間に袴田さん来るんで、今日はねこういう、まあ、やられたらやり返されるっていうドッキリです。本編スタート。やばいよ、ソフトバンクです。はい、じゃあこんにちは。さあ、ということで今日はですね、はい、やばいよソフトバンク連覇ピーチです。ホンマさん何しますか。あ、どうしよう、ハラミか、牛すじ煮込みって食べました。食べてないです。食べてないですか。牛すじ煮込みにしてみようかな。いや、ハラミもいいな。これスタミナホルモン定食にするわ。はい、でそれがもしなかったら和牛もつ鍋、この前なかったからホルモンがね、ホルモンなかったら和牛もつ鍋、はい、じゃあ私牛すじ煮込みなかったらハラミあ、次はうん、フレームのなんかある、我々メールがあるんですよ、うん、そこになんかメール来てるんですけど、うん、何の文集編集部って書いてあるんですよ、うん、週刊文春、ちょっとなんか取られましたか佐藤さん、なんかしたんですか佐藤さん。この度人気 YouTuber 佐々木友達とアシスタント袴田彩さんの熱愛報道について問い合わせいただきましたって書いてある記事については今週の掲載予定となっていますって書いてる。え、本当ですか、うん、ドッキリじゃなくてですか。うん、本当にこれメール、いい方ですね、いい方でした、そちらの会社。え、さっきだけね、袴さんが私とってことですか。え、そうなんじゃない。え、どっかいたんですか。え、どこも行ってないよな。全く行ってないですよ。なんならこの間六本木3人で歩いてたぐらいですよね。うん、そうやんな、はい、それが一緒に出る時があったらその時しかないよな。そうですね、そんな知らんよな。いや、知らないです。もしかして六本木のじゃあツルトンタンから出てくるところを、もうまあ先生ってわかんないじゃないですか。あ、先に帰られて。ああ、そうやな。はい。で、先生離れて歩いてるからですよ。
か言ってたんじゃないですか。これだって、これだって。あ、ほらこの間の。ほら。この間の釣り取ったんじゃん。ここなんですね。はい。ドッキリで、こんなんする。はい、記事ある、記事ある。都内某所での撮影で2人は親密に言葉を交わしていた。嬉しい。え、これ本当に、これ本当ですか。しかもめっちゃちゃんと撮ってる。しかもいい子で来てるんで。本当ですね。メールアドレス。でもそうしたら多分私の事務所にも必ず来ますよね。だから今日行くんじゃん。今日行くんじゃん。え、本当ですか。本当、さっきそんなことあります。野田さん、これこれやばいっすよ。だからあれかな、貼ってたのかな、ずっと。いや、そうかもしれないですね。え、出かけると本当ですね。これ先生が離れて歩いてるからだよ。でも多分ここら辺だよ。僕切られてません絶対。確かに、いてもここら辺だよ。確かにそうですね。え、そんなことあります。でも出たらややこしいな。ややこしいですね。めんどくさいっすよ。え、嘘でしょ。だってこんな記事、記事までせんやろ。こんな、こんなできんやろ。確かに。やばい、もう私ドッキリを疑ってしまうっていうこの。え、本当に。でも、ちゃんと折れてんな。ちゃんと折れてます。でも疑われるからめんどくさいよな。いや、本当ですね。え、めんどくさいですね。え、完全にでも事実無根ですもんね。ただだってご飯食べ続けるんだな。撮影。でもそうなったら言うやんな。何ですか。みんなが。結局。あ、でもコメントとかでもそうなりますもんね。しかもなんかぽいな。こんないい感じでよく撮れるな。そうですね。怖すぎないですか。でもこれ手とか繋いでないですからね。もう日中堂々ですからね。もうすごいですね、東京って。初めてですか、週刊誌。いや、私はそうです。週刊誌は別で乗ったことありましたよね。はいはい。いや、俺も取材で乗ったことあるよ。はい。こんなのはない。ないですよ、もちろん。めっちゃ気ぃつけてたのにな。はい。そうですよ。どうするっすか。じゃあ、あれ撮る。謝罪。謝罪っていうか、弁解みたいな。弁解。違いますみたいな。ああ、なるほど。出ますけどみたいな。そうですね。これ、すごいですね。出たら、ちょっともう面白いですけど、その後に関わりますね。いや、でもそれは仕事関わるね。事務所怒ってくれちゃうんですか。もう事務所怒んないでしょうけどね。怒りますか。怒るも何もな。怒るも何も違いますからね。まあ、とりあえず否定はね。しかもなんかこのクエスチョンのところがいやらしいような。不倫かって。そうですね。こういうのサスさんの家の方にも行ってないですか、その突撃みたいな。いや、これから来るかも分からへんけど。それ迷惑ですね。だからまたこの釈明しなきゃいけないのが面倒くさいよな。そうですね。だってこんなんやってるやんみたいな言われたらな。私もこう結婚に関わってきますからね。ああ、今後の。そうですよ、絶対残るじゃないですか。残るじゃないですか。そう、残るんがめんどくさいよな。そうですね。だから出ますけどみたいな。え、もうこんな早くでも出ないかもしれないのに。いや、だから取っといた方がもし出るってなったら出せるじゃん。ああ、取っとかないと。そう、もしなってからまた会えんやん。確かにそうですね。だから出なかったら出なかったらで、でもどうやって出ないようにするの。でも事実無根だったら名誉毀損になるじゃないですか。だからカーなんちゃう。あ、そういうこと。濁して本当かどうか分かんないけど、ランチデートしてたよみたいなことですか。だってなんかよくあるやん、ただご飯食べて2人で帰らなくて別々に帰っても深夜になんとかデートみたいなとか。ああ、そうですね。確かにフライデーの頭とか別に熱愛とかじゃなくてもあれですもんね。だから川なんちゃう。川なんですかね。悪いっすね。めんどいな。でもお二人はたびたび外出し親密に交際しているという証言が文春編集部には寄せられている。今ここでは掲載しないが、もっと緊密な関係を忍ばせる続編が出ることをぜひ期待して待っていてほしいとか、絶対無理じゃないですか。そうやな。絶対無理ですよ、続編出すの。あと一緒に行ったのとか会のキャンプ取材ぐらいやもん。あ、そうですね。佐藤さんとご飯食べたのここ以来1年ぶりぐらいですね、これが多分。だって忘年会とかもコロナでなかったじゃないですか。そうだな、大体ここで弁当食うしな。はい、
二の腕が太い。そうっすか。まあ取るか。取ります？出たらまっすぐ出すようにってことですか？うん、取りますか？うんうん、行きましょう、うん。心拍数上がるな。笑えんな。じゃあこんにちは。さあということで、はい、今日はご報告があります。はい、はい、なんかあの僕と赤松さんがなんか取られちゃったみたいで嬉しそうやな。いやもうこんなことあるってめっちゃ面白くないですか。逆に。いやまあそうやけど、はい、でもなんか、はい、今後にすごい関わるやん。まあそうですね、うん、まあ、確かに出たら関わるかもしれないですけども、うん、私あのあこんなこともあるんだって結構なんかびっくりして逆に面白くなっちゃってますさすが木も座ってんな。そうですね、うんうん、まあ、ということですね、はい、今回、うん、袴田さんとサズイが、はい、熱愛発覚不倫かっていうのを、取られちゃいました。めっちゃ喜んでんだ。いやいやもうめっちゃ面白いと思ってだってそれがなんかこれだけ来てますよってなった時に、うん、だってあのご飯行ったのって本当に1年前の甲斐選手のインタビューして以来、うん、1年何ヶ月ぶりにこの間この撮影の合間にお昼に行っただけじゃないですか、うんうんうん、だからもうあ撮られたとしたらじゃあもうあの時しかないなって思ったら本当にその写真ですもんねしかも、まあ、これ多分写真が出ますけど、はい、めっちゃいい、すごいね。すごいですね、撮り方がなんかそれっぽいですもんね、うん、でも私は気に入らないですよ。なんで？二の腕がすっごい太く写ってるから。まあでも仕方ないじゃん事実だから。まあでも一番言えるのは事実無根ってことですよね。そうなんですよ、まあ、これがね、うん、世の中に出て、うん、今バンバンね、うん、多分 SNS のはい、あのトレンドの、はい、多分1位2位だと思うんですよ間違いなくあれですね、すごいこれほんあのまだ出る前じゃないですか、うん、出たら結構大変だとは思うんですよ、うん、でもトレンド1位2位にもし入ったら、うん、そんだけ注目されてるチャンネルになったんだなってことですよね。まあポジティブにしか捉えられないです、まあ、私はもう そっちの感じで、まあでも、うん、事実じゃないんでね。そうですね、はい、うん、はい、全然喋らんやいや私意外と喋ってますよ、はい、でまあまあこれが出てしまったら、うん、あの、まあ、まあこれの動画が出てる時っていうのはもう出てる時じゃないですか、うん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 、もうあの、まあ、一番私が困るのは、うん、これから結婚をしたいっていう意味なので、うんうんうん、あのこういうのが本当だって思われるとすごい困りますよね、うん、ちょっとこれはね、はい、あの事実じゃないっていうところで、はいはい、そうですね、私の男性のタイプはすっごく穏やかですっごく優しい人なんですよ。だから俺をディスる感じだからあの違います、うん、そうですね、はい、はい、何ですか何ですか。いやいや何もない、もう考えてるわけよ未来を俺も危うんでるんですか。うん、うん、てってりーほーらもう私もうごめん、もうずっと疑ってましたよどっちなんだっていうすごくないこれ。これすごいもうごめんなさいね、あんまうまくドッキリ乗れなくてごめんなさいね本当に。いや一瞬本当にびっくりしたんですよ、うん、でもあのみんながあんまり深刻そうじゃなかった、うん、でもこの写真なんでこんな早く今手元に出てくるんだろうっていう疑いと、うんうん、でもしかしたら本当かもっていうあの 6-4 ぐらいの気持ちでした、うん、どうですか、すごくないですか。いやすごいです、なんか文春っぽいですもん文章がね、うん、ってことは、うん、あのこれあえて離れて歩いてたってこと。もちろんです。で僕が撮影してました。ほらそうポイント上がってたんで、どこに撮るか。なるほど、私意外と賢いんだからねいやなんか、だってこの時、うん、佐藤さんっていつも2人で歩くとか一緒にご飯行くとかすごい気にするじゃないですか、うん、っていうのを知ってるのにあえてなんか後ろ離れて歩くから、いやこの人めっちゃ気遣えないじゃんって先生に対して思ってたんですよ。でも今すごい合致しました
時間ですけど、あそこだけだったでしょ。そう、今思い出した穴に途中。じゃあなんかついてるよっていうのも、うん、あれも決めてたんですか。はい。じゃあだからこの前すごい、この前ドッキリされたから今度はやられたら倍返したって言って仕返すっていう。でも私これもし出るってなっても、うん、これ本当ドッキリとして成立させないのすごい申し訳ないんですけど、うん、私意外と動揺しないかもしれない、うん、多分気も座ってるかもしれないですね。強いですね。あのこれ出てあの攻められる相手がいないっていうのもあります。俺の方がリスクあるからね。そうです私より佐藤さんの方がもっと焦れるはずです、うんうん、焦った感じ出せてなかった。あのちょっと甘かったですね。甘かったかな。そう、勉強しなきゃいけない。いや、あの私のドッキリの方が上手でしたね、うん、そうだったね。はい、てってでーてってでー。いやいや、もうな、あーこういうことね。あーすごい前から準備するじゃないですか。楽しく普通にランチしてたのに。はい、美味しかったやろ。美味しかったです。はい、まだ行こう。まだ行きましょうね、みんなで。もう離れて歩きます、その時は。あー、これ袴田チャンネルですか。これ袴田チャンネルですか。はい、いや私リアクション悪いとか言われそう。いやだってリアルだから。リアルなんだ。リアルだから。そうですね。リアルで仕方ない。いや、まあ私があの疑り深いっていうのと、うん、意外と肝は座ってるよっていうのが分かったかもしれないですね。そうだね。皆さんどうでしたか。